網走駅は北海道網走市新町2丁目にある北海道旅客鉄道の駅。駅番号は A69。電報略号はアハ、事務官コードは122,535。日本の鉄道駅をアルファベット順に並べた場合、最初となる駅である。本駅の所属線である、関北本線に、専門本線を加えた2路線が乗り入れる。 両方の路線とも方に駅が終点であるが、直通運転する列車の設定もある。現在、複数の鉄道線が乗り入れる乗り換え駅としては、日本最北の駅になっている。かつては、上記2路線に加え有毛線も分岐していたが、1987年3月20日付で廃止された、特急、おほうつく・大雪、快速、とこま集合の始発、終着駅となっている。 1977年の網走駅及び、貨物駅の浜網走駅と、周囲約 1km1.5km 範囲、右が、専門本線串路方面、左が、関北本線新旭川方面というも線中、優別方面。網走駅は、駅舎側ホームが切り欠き状になった複合ホーム2面4線で、駅舎横切り欠きホームの0番線は、有毛線が発着していた。 駅裏側に客車の留置線が7本、車庫へ3本、駅車横釧路川貨物ホームへ1本の引っ込み線と、そこから串路側へ伸びる留置線があり、また駅裏串路側には転車台が残されている。転車台の先の道路右端に見える公園は、かつての浜橋走駅、つまり初代浜走駅の構内の生誕にあたり、公園と、 東映団地を含む南三条西四丁目から、網走橋手前の西一丁目までが構内で、駅舎は南側にあった左下に移転後の二代目浜、網走駅が見える。国土交通省国土画像情報をもとに、作成網走線の終着駅として開業した網走駅は、札ッ方面への延伸とともに途中駅になり、この方面への運行がスイッチバックとなる煩わしさがあった。 釧路からの専門船全通は輸送量の大幅な増加をもたらすことが予想されたことから移転予定地周辺の網走川の河川改修と埋め立て拡張が進められ、全通した翌年に現在地への移転となった旧網走駅は貨物駅として浜網走駅に改名されて残された二面三線の端式、島式の複合ホーム全ホーム方向に発着できるため、 厳密な方向分けは行われていない。特急列車と両線直通列車は駅舎に面した一番乗り場を使用する。ホーム間は湖線橋で連絡している。校内には北見運転所網走詰所の客車湖線が2線と給油施設を持った留置線があり、機動車の仕業検査、夜間大白が行われる。有 m 線は主に0番乗り場に発着していた。 有毛線の列車脇派22系機動車の炭鉱運転が多く、0番乗り場は車両3両分程度の長さであった。現在線路は撤去されて駐車場となっている、終日社員配置駅、緑の窓口、自動券売機、駅弁の販売店、駅構内に、網走市駅観光案内所がある。かつて、網走市観光協会が駅構内に入居して、 観光案内業務を行っていたが、2009年1月に、道の駅流氷街道をしりに移転したため閉鎖した。その後、駅に案内所がないことに対しての苦情が寄せられた。ためさえ設置した、新聞3。なお、北海道義予宿運営の売店は2016年3月16日で、閉店し、新聞1、ツインクルプラザ、しり支店も、同年3月31日で、 営業終了した新聞1。なお、当駅は常時改札を行わず、発車する列車ごとに改札を行っている。網走駅は、網走川による貸し段丘の端にあり、駅出入口前には階段が設置されている。階段下は、バスやタクシーの発着するロータリーで、駅正面には縦に駅名を記した看板を掲示している。この縦書きには、 アバシ刑務所から出所してくる元受刑者が、もう二度と王道にそれないようにという願いが込められている。また、看板横の壁には説明プレートがある。駅前には、かつて、ニポポを模した形状の電話ボックスが設置されていた。主な駅弁は、下記の通り。駅前交差点は、国道39号、北海道道23号アバシ停車場線となっている。 オホーツク総合振興局までは徒歩約12分。網走厚生病院や網走刑務所までは徒歩約20分。なお、網走市の代表駅であるが、中心市街地は駅から 2km ほど離れている。施設によっては、隣の桂台駅の方が近い。路線詳細は各バス事業者記事を参照。網走バス、網走市内線。 郊害線、メマン別空港連絡バスを運行。しりバ,バス、シャリバス、知床ウトロ温泉方面を呼び、メマン別空港方面へ、季節運行。しり観光交通大空町東もこと方面へ、運行。シャリバス、シャリ町方面へ運行。北海道旅客鉄道石福本線、普通呼び都駅しり駅専門本線快速。知床が終港網走駅かつら台駅普通。 網走駅、桂台駅日本国有鉄道赤北本線から1984年2月1日、廃止網走駅浜網走駅有毛線から1987年3月20日、廃止二見川岡駅網走駅、ありがとうございます。